事実なんですよ。だからその自敗の役割っていうので、ライバルの、じゃあもうしょうがない、ここに全く書いてないことを言いましょう。はい、126ページですね。手筋17、折りのタイミングを見極める。遅そうな手の進め方のコツはありますかってことで、自分がトップ目で小型の相手が早そうなら折り、うん、その人に親を流してもらう。まあなるほどね。折りのタイミングってすごく難しくて、僕よくハイパイ折りって言ってるんだけども、この状況って何が大事かっていうと、今ライバルが親なんですよ。ここで言うと下茶が親で、3万7000持ってる下茶が親なんですよね。同じぐらいの点数のまま親が流れてくれるっていうのが理想なんですよ。なぜかっていうと、その人は親版の猛連ちゃんがないんで、親が亡くなるってことは。で、これ結構大事な話で、僕にはまだラス親が残ってるんで、この親を流すと、トップ率が単純に5対5だったのが、まあ6、4、7、3にちょっと変わっちゃうんですよ。それぐらい、ここで、このトイメンの人に、展望あまり持ってない人に流してもらおうかなと思って。で、特に、126ページに書いてある小型の相手が早そうなら折りって、この仕掛けが3万3ピンパーマンパチーソーと結構早そうなんですよ。だからこの人に任せてやめちゃいたいなって思ってるんですよ、僕はね。結構大事な話ですよこれで。相手の手がね、まあまあいい手なんですけど、この時は結局相手がもう一個発を泣いて1000、2000で上がるって129ページに書いてあるんだけど、実際こういうのって当たり牌がまあまあ透けてるというか、まあまあ手組みが分かるんですよね。で、何が分かるっていうのは、例えばマンズだったらもう数チーマンぐらいしかなくて、これが全部つもぎりだとして、例えば、数チーマンしかなくて、ピンズは上に向いてて9ピンこんだけ出てるから、数チーピンウッパーピンぐらいでいいかな、うん、で想像は下だね。で、まあ、一応イーソーが小さされてないって考えると、少しだけイースーソーよりもレアンウーソーサブローソーが怖い。うん、だからレアンウーソーサブローソースチーピンウッパーピンスッチーマン、この5つぐらいでだいたい絞れるかな。トイメンの捨て牌だけでだいたい絞って、そのぐらいでほとんど解決されちゃう。うん、これぐらいの読みをできれば、はい。実際この後パツをポンって言った瞬間にポン出し、ポンしただポンして出す牌がにもよるんだけど、だいたいどこら辺の両面だなって分かっちゃう。想像の1数層かサブローソーかレアンウーソーかなとかね、例えばね。で、自分の力だけで勝とうとすると、本当に麻雀って4分の1になっちゃうんで、人の力を借りた方がいいんですよね。で、これができないんですよ。で、AI もこれができないんですよね。麻雀の AI って今すごく、いくつか開発されてますけど、人を利用する打牌、あるいは人にわざと振り込む打牌、人にわざと泣かせる打牌、いろいろな種類があるんですけど、いろんなアシストの仕方があるんですけど、それが全然できてないんで、まだまだだなっていうのが率直な感想。うん、こうやって言い続けてるんですけど、開発難しいんでしょうね。で、130ページに書いてあるんですけど、降りたことをアピールしろって書いてあって、まあ確かに僕が上がりに行かない方がトイメンがやりやすいんでね。だから僕はここから3万を抜いて、もうやりませんよって、この曲はもう僕麻雀をしませんよって抜いたんですよね。1、2、3万から。はい。これ結構大事ですよ。だいたい今みたいな話をして、まあ本に書いてない話を少し入れるならば、こういう時って誰かを味方につけなきゃいけなくて、ここで言うともうこれ箱手になっちゃってる人を特に味方にしたいんですよね。箱手になっちゃってる人が3着になりたがる分には何でも協力してあげたいんで、あるいはもうこのハンチャンをラスでもいいからこれ以上傷口を負わないようにしようっていう考えてくれたら、大井さんトップでいいですよ、私はラスのままでいいです、だけど少し上がらせてくださいに関してはめっちゃ協力してあげた方がいいんですよね。はい、この考え結構持った方がいいですよ皆さん。はい、これ持ってない人結構プロ結構多いんで、はい、麻雀は一人でやったら4回に1回しか勝てないんで、3回に1回トップ取りたかったら誰かの力を利用するなりなんなりしないとね。手筋18、自敗の切り順、132ページ。薬牌とオタ風、結構難しい。第一打に切るべきはどっち？これ本当に難しいんですよ。本当に難しいです、これ。いい手ならどっち切る。悪い手ならこっち切る。いろいろあるんですよ。あと、この局面では振り込みだけが最大の罪。後で手詰まりになるのが最大の罪。いろんな局面があるんで。今この133ページの手をもらうと、まあまあいい手じゃないですか。一応赤がない、ドラがない。打点に関しては微妙ですけど、親番でハイパイこれもらったら、もう、だいたいリーチいけるんですよ。
大体リーチいけます。この手、この手が4人の中で、平均より悪いってことは多分ほとんどないです。手形上ね。ドラをいっぱい持ってる4シャンテンとドラなしのイーシャンテン、どっちが偉いですか？私はドラが3枚ある方がいいです。それはわかるんで、そういう意味ではあの4人の中で2番手3番手になることはあるんですけど、リーチする4面ツ1ジャンと上がるっていう麻雀の本来の目的の中で、この手牌133ページのこの牌牌が4人の中で一番劣るなんてことは絶対ないんで、僕はもうそれは言えるんで、だったら何から切っていくんですかっていう話ですね。はい。でこの場合はね、僕はねシステム化はしてないんですけど、だいたい何から切ってやってるかな、これぐらいの手なら。逆にドラがもう内蔵されてて、例えば9万がドラだの赤なんとか持ってるだのすると、トンとなお重ねに行くかなとか、いろんなの出てくるんですよね。だからこの配信1個でもドラが違うだけで切り牌が違ったりするぐらい微妙な選択なんで、はい、これ難しいですね。だいたい僕はこの手は何から切ってるはずです。はい、何切りました？134ページ。はい。でピンフに仕上げられるだろうリーチにしてますね。で相手のスピード、ペーチャか、ペーチャが一番左の人ですね。ドラを持ってるし、イーシャンテンチートイぐらいまで来るときは怖い。追っかけられたら怖いですよ。例えばパーマン短期とか怖いですね。9万短期なら何も怖くないですけど、あ、パーマン短期も怖くないのか、あと1枚しかないから。ヤンウピの勝ちかな、さすがに。だけどもその、まあ、その結果論は一旦置いといて、全員が必要としている何から切るっていうのを134に書いてますね。これまた一番ね、まあ、ここは後も読んでください、この辺の話は。次はションパイのペー切ってますね。これ独特でしょ。普通何切る人は何トンペーっていくんですよ。だけど僕はピンフにならなくてもトンの方が大事だと思ってるんです。なぜならトンと9万のシャンポンでリーチするの考えてるから。トンがまた上がれるんだよ。ナンバのトンめっちゃ上がれるんだよね。うん、喜んで打ってくるからね、みんな。結構この手はそれもあるなと思ってたんで、ただ1枚打たれたらもう嫌だけどね。ナンバのトンはめっちゃ上がれるんで、ピンフになるのも大事だけど、上がりやすくて打点がつくリーチトン裏1 7700とかめっちゃ嬉しいんで、はい、ここでは何切って、はい、ションパイのオタカゼ切って、まあシャーでもよかったんだけどね。まあシャーもペーも僕にとっては何て言うんだろう、ペーちゃんにペーポンされるよりマシだなと思ってて、実際この絵もっとペーが遅れてたら左滝沢にペーポンされてペー吐くドラドラとか、もしかしたらねペー遅らしちゃったらなってたかもしんないでしょ。こういう時のために早く切ってんだよペーを。1枚切れのシャア残してたまたまうまくいったけど、ペーちゃん40面にペーを重ねてたんだって。ドラ持ってたらあのポンされてたかもしんないよね。そういうのもあるんで、僕にとってはどうでもいいシャアとペーですけど、ペーちゃんにとっては大事なペーを先に切っておきました。それからみんなが欲しがるナンを先に切っておきました、重なる前に。はい、重なる前に切るのと自分が重ねたいっていう考えと、いろんな総合的に考えてシステム化しないでください。自敗の切り方はシステム化しないでください。システム化すると楽なんですけど、楽な方法じゃ一般大衆にしかならないですよ。あの上位 1% 以内、上位 0.01% 以内、要は1万人に1人の人になれないですよ。上位100人に入りたかったら自敗をシステム化してたらなれないですよ。本当になれないです。コラム7、自敗の意味。序盤に自敗を切るとき皆さんはどこまで考えてるか。そうなんですよね、7種類の自敗ってそれぞれ役割があるんですよね。このそれぞれの役割で、数牌はもう5種類しかなくて、まあ自敗も白圧中一緒だとしたらトンナンシャーペーと三元牌5種類なんですけど、この役割がそれぞれあるんで結構大事なんですよ。この役割がちゃんとね突き詰めて考えてない人が結構います。今ここに書いてある小型の本質の話でシャーと白の差相当ありますし、例えばシャーチャからリーチ来て白とシャー持っててどっち切りますかって言ったら、シャーの方が僕は危ないと思ってるんでね、白の方が通りやすいと思ってる。自分だけを大事にするシャーと全員に必要な白では、この人が持ってる後重なりの確率が違うと思ってるんですよ。シャーチャの人が白を持ってたら白はいらねえやで、シャーを持ってきました、シャーなら重ねた後出るかもなって持ってることがあるから、後重なりの確率、ハイパイから統一である確率は一緒だとしても、後重なり大事にしていたあの確率が違うんで、だって人が狙うんで、リーチっていうのはツモ上がりだけじゃなくて誰かからローンするっていう狙ってるわけですよ。あの狙ってる工夫っていうのがあるんで、チートイツやっててシャーチャの人がハクとシャーあったらシャーの方で待ちますから、
わかるよね。自分だけの風のシャアで待つから、そういう意味でシャアの方が危ないんですよ。もう事実なんですよ。だからその自敗の役割っていうので、ライバルの、じゃあもうしょうがない、ここに全く書いてないことを言いましょう。一番自分がライバルだと思ってる人の風から切ってやるんですよ、僕は。第一だから。ペーチャがライバルだなと思ったらペーから切るんですよ。とんなんシャペって持ってたら。それが多分麻雀の自敗を扱うに一番シンプルで一番簡単なシステム化です。展望を持っているやつの風から切っていきなさいってこと。これ結構大事っすよ。これやってる人少ないっすよ。最初に言い出したの多分間違いなく僕ですね。展望を持っている人の風から切る、これ結構大事なんで覚えておいてください。はい。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。